リーデル。リーデルは、オーストリア、クフシュタインに所在し、高級ワイングラスや関連ガラス製品を製造する、メーカー。リーデルは、個々のワインの個性を引き出すよう、個別のワイングラスを提供するという概念の創始者で、ある。小さく口細のボートワイン用から、250ミリリットル程度のもの、ワインボトル1本分が、丸ごと入る風船型のブルゴーニュワイン用まである。 形状が変われば、ワインが口に流れ込む位置も変わり、ワインの個性を最高に引き出す有利屈である。リーデルグラスのもう一つの特徴は、グラスの大きさに対して、ワインの量が少量になるように設計されていることで、ある。このため、ワインの香りがボールを満たすことになる。一般的に、通常のワインに一杯分はリーデルでは、足の高さの1、3以下である。 ハンドメイドのクリスタルグラスシリーズ、リーデルソムリエは、世界中のワイン専門家から最高の評価を得ている。評論家のロバート・パーカーは、機能的にも、協力目的からも、最高のグラスはこれらリーデル製だ。偉大なワインに対する影響は奥深いものがある。私はこの違いを十分に言い尽くすことができないと述べている。ニューヨーク近代美術館にも、永久展示されている。 このソムリエシリーズ以外に、より安価なマシンメイドのグラスも製造している。専門の足付きグラスという本質は、リーデルの優れたデザインと、マーケティングによりしっかりと根付き、似たようなグラスは現在多くのメーカーから製造されている。リーデルの最近の製品には、足なしのリーデル王シリーズや、ビティス、チロルシリーズ、第二次大戦後、 オーストリアのチロル州に工場を移してから50周年を記念したシリーズが、リーデルは1756年にボヘミアで創業し、それ以来一族での経営を続けている。2004年には当時の最大のライバル、シュピーゲラを参加に持つ買い X ナハトマングループを買収した。ソムリエシリーズは1973年に10種類が発表され、 世界のワイングラスを変えた。単なるワイングラスとして以上にソムリエは精密機器として宣伝された。すべてが手製でクリスタルガラスを口で吹いたものである。リーデルはワイングラスの形状変更がワインテスティングの学問を変えたと主張した。同じワインも異なるグラスに注ぐと違った特徴を示す。これは熟練した鑑定家に異なるワインを味わっていると 勘違いさせたほど大きい違いである。ブルゴーニュグランクリュは1958年に開発されたものでニューヨーク近代美術館に展示されている。ビノムエクストリームはリーデルの最新の製品でグルメグラスコンセプトに基づいたマシンメイドのグラスである。生産技術の向上に伴いワインの質は高くより濃厚になってきた。このためリーデルは 新たな形状の開発が必要になった。1986年に発表された初のマシンメイドグラスシリーズである。価格は抑えながら高品質で広く普及した。ソムリエシリーズと同様、クリスタルガラスを使用している。オーバーチャーとはオペラなどの序曲のこと。ワインを初めて飲む入門者用で、バリエーションは少ないが価格は ビノムシリーズのほぼ半額の千数百円で買える。赤ワイン用、白ワイン用と、ブルゴーニュワイン用のマグナム、それに、シャンペン用がある。リーデルオは、ボールだけで、ステム、足と、ボトム、台座がないグラス。ワイングラスは通常、グラスを持った時に、体温でワインが温まらないように、足と台座があり、それを持って賞味することになっているが、ボールを持ってのみ、 ワインの液温変化を測定したところ、それほど上がらなかったという。大きめのリーデルグラスは、食器と棚に収納しにくいばかりか、割れやすいこともあり、ワインタンブラーとも呼ばれる。このグラスは、家庭用などで人気が出てきている。価格は、蒸気のオーバチュアとほぼ同じくらいで、バリエーションが多い。ビノム、ビノムエクストリーム、ソムリエ、グレープ、リーデル、ビティス。 チロルとほとんどのデキャンタは酸化ナマリオ24%以上含むクリスタルガラスである。オバチア、ワイン、フロー、リーデル王はクリスタリンである。2004年グルメマガジン氏がヨーロッパやアメリカの主要な研究施設の研究によるとリーデルの主張はナンセンスであると報告した。この記事ではエール大学の研究者リンダバートスクはリーデルの主張する 下の味覚分布図なるものが存在しないと証言している。バートスクによると脳は味が口のどの部分から来たかは気にしない。こんなことは研究者なら30年前から知っている。高価なグラスやヴィンテージによってワインを美味しく感じるのはプラシーボ効果によるものである。1998年にフレデリック・ブロシェが行った実験では 被験者に2杯の同じワインを与え、片方は大量生産品、もう片方は有名な高級ワインだと話したところ、被験者は有名と言われた方を選んだ。フレデリックは、期待というのはワイン自身の実際の質よりも、はるかに強く、味に影響するんだねと語った。ただし、統計的には、下の位置による味覚の違いを感じる人は多い。実際に、リーデルでは、 グラスの違いによる味わいの変化を体験できるセミナーを実施している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。